どうも、エルザレットです。それでは、ライブ配信やっていきたいと思います。今回、アッシュと魔法の筆ですね。こちらの続きをやっていきたいと思います。では、早速やっていきましょう。続けるですね。前回、いたずらっ子から逃げながら、いろいろ絵の具を2種類手に入れたところですね。で、今度は、下水道に行くと。いう感じで、まあちょっと中間は過ぎたかなという感じですね、内容的にはね。さあ、早速始まりましたね。1週間ぶりなんでちょっとね、操作も思い出しながらやっていこうかなと。こうだね、連れてこれるね。じゃあここでやってるみたいだね。あ、風か、そういうことか。ずらすんだ。ありがとう。さあ、ハートももらっていきますかね。空いっぱいの星だね、すごい。さあ、下水道、早速進めていきますか。一応ね、前回までで言うと、戦闘的なものは全くなく、あの日は忘れられないな。絵を描いていくっていうのがメインでしたね。で、今回は、漁業に影響があったと、石油の影響があって、こうなったという話ですね。どうしよっかな。おう、勝手にしてくれるとね。あ、そっか、センサーモーションで、モーションセンサーでするんで早速泳げないのね。意外とシビアだね、そういうかね。あのモーションセンサーなんで、結構この辺りは絵を描くときとかね、動きがちょっとぎこちない感じになります。スティックでできると楽なんだろうね。お、ネズミ。からかった割にはネズミに弱いっていう感じか。で、一応こういう要望が出るので、寝たときに、こうすると、満足します。で、スーパーペイントっていうのがもらえる感じだね。さあ、ロッカーを開けてゲット。で、このまま行っていく感じだね。あら、どうしたの？ちょっと太っちゃった？落としたよ。さあ、この子の場合は親がということだね。で、これで、あれだね。一通り、いじめっ子の原因が分かったところになりますね。なんかね、筆を通して分かるみたいでね。さ、それを。よしよし、キノコ。いやいや、下水道でキノコってもうマリオじゃん。マジで普通に。お、さあ、花ね。これはスーパーペイントかな。
近くいんのか。ここまでは追ってこないので。そういう時大体追ってくるよね。ちょうど切れたか。あれ、なんかあるみたい。さあ、キノコを生やしたが特にはって感じだね。さあ、キャラクターもゲットして、特にはないか。こっちも行けない。おね、このマークのところだと、キャラクターが描けるようになるので、ここでキャラクターを出しますと。これで行こうかな。これ出したっけっていう感じなんだけど、うん、これで行こう。で、こんな感じでできてきた。付け足しができると、まあある程度形が決まっててっていうところですね。オッケー、違うのを試してみよう。まあオリジナルまではいかないですが、自由に描けるという感じです。さあ、命宿していこう。こんにちは。上は通ってこれね、感じか。さあ、用語が出たんで書きましょうかね。あ、違う。さあ、これは足りるか？さあ、あとは風。風なんてあるか？いや、まだ風手に入れてない感じだね。先にちょっと探しに行こうか。こうなったらあったね。看板がここに落ちちゃったんだ。しかもボロボロ。はい、OK。これでスーパーペイントっていうのが使えるようになったんで、道を作ろうかな。の前に、僕もくしゃみ出そう。ここは特にっていう感じか。なんか違う道をちょっと探さないといけない感じかな。あ、なんかある。はい、遊びたかったみたいですね。まあこんな感じで結構のんびりとしていく感じなんで。はいはい、そっかそっか、明かりつけないといけないね。やっぱ1週間してないとやること忘れるね。さあ、これでライトはついた。特にここかけるっていう感じでもないしね。スーパーペイントためよう。あ、あったあった。意外とこのライト当たんないな。
し、意外と当たんねえ。あら、意外と当たんないな。なんか変にシビアな感じだね、このライト。むずいな。あら、つかないな。あ、ついたついた、やっとついた。よしよしよし、これでライトを OK になったって感じかな。また遊ぶ感じかな。見えたぞ。でも特に変化はなしと。どんな感じだ。いいアイディアだね。雷を、で、まあ、多分この子をなんか使う感じなんだろうけど、なかなか違う感じみたいだね。もしもし。これなんか意味が。やっぱこっち連れてくる感じかな。あ、来た来た。あ、そういうことね。じゃあ奥行こう。手伝って。そしたらこの要領で飛ばしてもらわないといけないんだね。そうそうそう、そんな感じ。ただ上にある絵をね、撮りたいよね。ゲット。これで OK。 あー、雷の子を呼び覚まさないといけない感じだね。これもなんかキャラクターか。結構なんだかんだすること多いのよね。これはブレーカーつながってないからダメだね。上か。さあ、飛び降りる。いや、奥まで行っていいか。もう一回飛んで、あー、これで下が通れるか。意外と OK だったみたいだね。はい、こういう感じか。このゲームね、高いところから落ちるとそのままお亡くなりになるんでね。はい、これお気に入りだったんだ。さて、
あの上行きたいよね。じゃあこれで OK か。もう一枚。もう画面変わらないで。結構その画面の変わり方はきつ。あ。あっていう、まあ、こんな感じで。やられてしまうんでね。毎回ワクワクしちゃうね。さあ、雷の子。似合うかも。うん、こんな感じでいっか。こんにちは。悪そう。悪そうだな。よしよし、ついたついた。意外とこれの付け方が難しいっていうね。電気は、あとは、まだあるっちゃあるか。まあでもその前にここだね。さあ、これで電気が復活と。いや、でもこれじゃダメだね。いや、違うか。どうつなげようかな。座り心地悪そう。これでどうだ？うん、やっぱりダメか。絵でどうにかするのかなと思ったんだけど、そういうわけではないのか。あれ、なんかある？ん？なんかある？あ、書いてくれて。いや、でも足りない気がするな。これ多分違うもんね。違う。これいいね。まあ、イベントか。今なんかあるって言ったんだよな、主人公が。ケーブルをつなぐ方法を見つけよう。うん、それを探してるんだ。それを探してるんだけど、どれだろう。マップ見ても特にはって感じか。ん？
なんかあんのかなと思ったけど、特にって感じか。この探すの意外と大変だな。あ、そういうこと。こっち。怪物を使うのか。で？よし、じっとしててね。そういう使い方できるわけね。ありがとう。それでいいんだ。さあ反対側に来た。でこれはスーパーペイントだね。あの地下しぶといな。明かりを全部つけないと。スーパーペイントがなくなった。お、ついたついた。さあ、ゾーンが一つ蘇ったね。あと3つ。まあでもあと3つでいいのか。まあ何かとヒントが出てくるだけあってかなり楽っちゃ楽だね。こっちか。でも今はいないぞ。あの野郎、いつも逃げ隠れしやがる。お、上の風が。スーパーペイント？うん、頼んだ。さあ、ペイントもすぐできるようになるからね。さあ、釣り祭りと。さっき今なんか近く通っていったよね。さあ、徐々に徐々に揃いつつあると。あ、階段、これ登っていく感じか。これじゃ渡れない。これは無理だね。力を借りる感じかな。いや、こっちか。お。どうかな、似た。こんなところで書く？あれ、これ電気の子は連れてきてないけど大丈夫かな。ん？あ、後ろ。これなんか意味が。まあさらに地下って感じか。おお、反対側か。はあ。こっちは特にはいけない感じか。いや、水を入れ替えてって感じか。とりあえず OK かな。
書いてくれと。オーロラ。どうかな。さあ、押してくれ。もう一人いるって？オッケー。なるほど。じゃあ後回しか、こっちは。上に行くしかないね。やっぱ結構なアクションゲーだね。お？あ、これか。さあ、これでこっちが来れた。幸先いいんじゃない？違うかも。うん、これでいいか。どうぞよろしく。さあ、この子を使って、2人になったわけだけど、さあ、おお、木の根っこかな。あ、こういう感じもできるわけね。いや、ほとんどね、画面がそんなに動かせない状態だから、周りに何かあった場合見えない。さ、戻ってきた。こっちおいで。お、来た来た来た。これと、ねえ、どう？なんかすごいことになったな。さあ、これで OK と。ありがとう。行こう。なんかマークがついたような気がしたが、気のせいか。中盤あたりかな、このマップはね。ちょっとびっくりさせないでよ。いないいないばーってまあまあまあ、じゃあ頼む。またギリな感じかな。お、そうね、それを落としてくれないと。ほいっと、これで無事来れた。でもなんかそろそろいたずらっ子たちが来そうだな。だからルナはここに来て欲しかったのか。きっと暗闇を消すだけじゃダメなんだ。デンスカの水をきれいにする方法も見つけないと。やっぱダメか。嫌だな、濡れるの嫌い。いや、取れないか。なんかあるみたい。これのことかな。なんかあるってね、なんかそんな感じがするね。さあさあ、来れるかな。手伝って。ああ。上通る感じか。まあ、イミチェンしてもな。
あ、はいはいはい。これで OK か。まあ、つくところつかないところがあるって感じか。なかなか大変やな、そう考えると。そう。これで水が、あ、綺麗になったね。まあ、所詮下水道なんだけど、で、また来ると。まあ、向こうで乗ってっていうのもありだね。さあ、ゲット。あと2つでここも揃うね。スケッチはね。ん？これ？これがどうした？これをなんか使えってことなんだろうけど、ああ、はいはい。お次は燃やすのね。あり。なし。どうしてもね。可愛くはならないな。まあでもこの子ね、この顔が悪そうな感じが好きなんだよね。ここ。ん？あ、燃えてる。待て待て待て、こっち全く見てなかった。あ、そうそうそう。で、思いっきし拭いてくれれば引火すると。めっちゃ火事の元だけどね。さあ、これでいけるようになったと。うん、やっぱりこのゲーム謎解きだね。危ない危ない。特にここはなし。さあ、新しいのが出てきた。これ絶対使うよね。あそこは書けない。スーパーペイントを使わないと。待ってくれ、今スーパーペイントを消費してるんだ。まあまあ、いやいや。あそこもなんか使える感じだね。そしてスーパーペイントを使い終わると。動かなくなってるんだ。さあ、要望を聞いてスーパーペイントを食べれるようにしないと。ありがとう、ありがとう。まあ、結構ね、遊んであげてるは、遊んであげてる感じはあるからね。ここは描けないな。スーパーペイントがいる。これで OK かな、ここはね。で、この箱を助けて。こっちだね。こっち来て、これ落としてもらって、来い、スーパーペイント。
あれ。あ、そこ上通れるのね。ね、こっち。で、これをどうにかしてほしいけど、はいはい、どう、もうね、綺麗に描けるかどうかはね、やっぱね、後回しだよね。あ、でも一箇所ついてないね。え？あ、そういうこと。上から行く感じか。そしたら、うん、この先だ。この先とりあえず行こう。ほい。まあ、これで全部ここのマップのスケッチは揃った感じだね。要望多いな。あとは桜か。気に入ったんだね。あー、これ燃やさないとっていう感じだね。こっちおいで。燃やさないか。戻ってもう一回ちょっと光がついてるかだけ確認しようかな。この方向はついてる。ではこっちか。全く気づいてなかったね、これに関してはね。さあ、これでさっきのところは通れる感じか。まあ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 。さあ、OK。で、さっきの船はそのままでいい感じかな？さあ、ダッシュ。これを回せと。まあいいや、とりあえず。ほい。あれ、ガスが出てるよね。悪い顔してんな。助かった。あ、やっぱりね。まずい、捕まえないと。
さあ捕まえないとということで船で、これが到着したからやっと行けるって感じか。おお。あれもう終わりここ。さあこれは特に動かせる感じはしないか、身を任せる感じか。いやすごいね。お、みんなちゃんと乗ってる。最後のよく落ちなかったよね。めちゃくちゃ痛そうだけど。さあマップも、結構移動した感じだね。こっちか。この子めっちゃ顔悪そうな感じなんだよね。でこっち来たけど、え、これ行けってこと？マジで？行った？スッて行ったね、スッて。あれ？もしかしてもうほぼ終わり？石油タンカー。ああ。デンスカに近寄らせなきゃよかったのに。よし、ここで決着をつけるんだ。デンスカを取り戻す。さあ、どんな感じなのか。これはとりあえず回せないか。とりあえず。周りの電気つけてだね。さあこれで、水道の下水道の光は全部灯したわけだね。さあダムの放流っていう感じかな。これで巨大キャンパスが出てきたわけか。よし、ちょっと場所貸して。まずは風。さすがお目が高いね。そして根を生やす。で次は。身を生やし、キノコ生やして丸い身を伸ばし、あとはこれか。何食べたの？何食べた？なんか食べるものあった？キノコか。これで OK かな？で、どうかな？さあ、これで水がきれいになる？遊ぼうぜ。あのクソガキどもめ。
よし。あんたからやりな。いや。なら私が。ダメ。やめて。ああ、書く人によって全く色が違うんだね。ほら来い。そっからじゃ見えねえだろ。ああ、しかも力も失ってと。わあ、しかもおろったねえねえ、ちょっと。これやばいよ。ジャック、やりすぎだって。何？マジで言ってんの？あのさ、確かに私たちがこいつをいじってきたよ。でも入院させたいわけじゃない。ねえ、これ。お？何ここに来てモンスターっぽいの出る？羽生えたし、さあ、ルナが助けに来てくれたけど、ん？ちょっと待った。R1 で避ける？もしかして戦闘始まるか？もしかしてね。まあそれはそれで面白いんだけど、結構物語的には。終盤っぽいけどね。ルナ、ね、大変だよ。僕の怪物がおかしいんだ。どうしたらいいの？筆も折られたし。そんな。
何の音？さあ、これでとりあえず復活したんだけど、右下のメーター気になるね。まさかと思うんだけど、まあ戦闘始まるかな。はい、ということで今回ここまでにしましょう。動画を見てる方はここまでですね。はい、という感じで次回はこの続きからやっていきたいと思います。多分クライマックスに向かっていくんじゃないかなと思いますので、また楽しみにしておいてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。